三代目カツラショは大阪府大阪市生まれの落語家。本名は三島博之。フェイスブックは本名で活動。妻はラジオ DJ の横山由美子。情報落語協会会員。所属事務所は小畜芸能。大阪市立高等学校卒業。立命館大学中退。出林は小春男児林。キャッチフレーズは世界でも通用する。 落語家、三代目、桂春男児の五番弟子、入門以後、数々の賞を受賞するなど活躍を見せる。2000年頃からは活動の場を世界にも広げ、字幕を使った落語を披露するなど、ユニークな取り組みで知られており、これまでに、世界最大の芸術祭エジンバラフェスティバルに、落語家として、初めて参加し、国際演劇祭の招待公演や、 各国大使館の主催公演などで、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、フィンランド、ノルウェー、ベルギー、ブルガリア、韓国、トルコ、カナダなどで海外公演を果たしている。また、ハーバード大学、コロンビア大学など、アメリカ名門大学での公演の実績もあり、2007年には、落語家発のブロードウェイ公演も行った。ニュースウィーク日本版の特集。 世界が尊敬する日本人100に選ばれる。2010年2月には国連本部とカーネキーホールの小ーホールで独演会を開催。桂春ラ・寺一門城門、花火師創作を得意とし、約45を持つ。一方で古典にも造形が深い。最も好きな古典略語はチリトテ人。ありがとうございます。